スポーツ大学始まりました。今日はリコちゃんに一緒に取材に来てもらっています。ということで、どこに来ましたか？日本大学の硬式野球部に来ました。イエーイ。めちゃくちゃ綺麗なグラウンドです。神宮みたい。あ、そうなの？めっちゃ神宮と思って。すごい綺麗です。開けた駅な。開けた駅な。開けた駅な。今手元の顔選手ですよ。え、かっこいい。え、あの打ち方好きかもしれない。え、後で本人に直接お伝えすれば。そう、ご本人にお伝えすれば、お伝えしなきゃ。こんな体験ないので貴重ですね。スポーツ大国、キャプテンの峰選手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。練習お疲れ様でした。でした。今日の練習どうでしたか？まあ、そのアップから非常にいい雰囲気で、まあ、リーグ戦も近いんで、まあ、そういう雰囲気も大事にしながら練習できたと思います。今日はオープン戦もあったと思うんですけど、どうですか、夏のオープン戦？リーグ戦が近い中で今日みたいな接戦をものにできたっていうのは、すごくリーグ戦につながるいい試合だったなと思います。普段もキャプテンとしてチーム盛り上げてると思うんですけど、なんか盛り上げる上で大切にしてることとかありますか？まあ、やっぱり自分から率先して声を出したり、まあ、そういうところは心がけてやってます。日大ってどんなチームですか？まあ、日大は本当に明るいチームだと思いますし、まあ、その中でもしっかり、お、ちょっと待ってください。すいません。いや、角田です。すいません。どっか行っちゃう。お茶目な一面も。後輩ですよね。何の話でしたっけ？日大のチームの雰囲気がどうですか？日大は、あんな感じ、まあ、あんな感じですね。すごく明るいですけど、まあ、その中でもしっかりメリハリを持ってできるチームだとは思ってます。今の後輩ですよね。後輩ですね、2個下っす。上下関係。上下関係はもうほぼないっす。ほぼないんですか？まあ、けど、なんていうんですかね、自分から率先して後輩に話しかけたりとか、まあ、やっぱりコミュニケーションしないと、この関係性の質っていうのも変わってこないと思うので。それはやっぱキャプテンとして意識してることの一つでもあるんですか？そうですね、やっぱ自分が1年生、2年生の時とか、やっぱキャプテンの人には話しづらいみたいな、まあ、そういうところがあったので、まあ、そういうコミュニケーションが取れないと相手が何考えてるかも分かんないので、なのでやっぱチームとして一つになっていくためには自分から率先してコミュニケーションは大事だなと思ってます。小耳に挟んだ噂がありまして、中尾選手となんかイチャイチャしてイチャイチャ。いや、めちゃくちゃ仲がいいだけですね。なんかあいつは別ですね。お、多分今までの中でも1、2番ぐらい仲良くなった人。親友って感じの。そうっすね。初めての出会った時はめっちゃ嫌いだったんですけど。なんか初対面から慣れ慣れしい人が嫌いで。慣れ慣れしく、あいつ大阪なんで慣れ慣れしく来て、なんやこいつみたいな思ってたんですけど、なんかいつの間にかめちゃくちゃ仲良くなりました。ずっと1年生の時から4年生の時。そうっすね、1年生の時から。なんかもういつもハッピーセットってやると思う。ハッピーセット。二人で一つみたいな。二人で
チームもじゃあ2人で盛り上げるっていう。そうですね、まあ他にキャプテンあと2人いるんですけど、まあ、自分と中尾が率先してやっていってる感じです。グランドいるときは基本一緒です。ご飯、今昼ご飯とかもいつも一緒にいてます。キャッチボールとか。あ、キャッチボールは違いますね。なんかペア決められて、それでやってるんで。ペア、じゃあ自分で決めていいよって言われたら選びます多分あっちから来るんだ愛を感じる。あっちから来るっす、多分。秋に向けて自分自身でここをこうしていきたいとかありますか？なんか今まで怪我でチームに貢献できてなかった部分が多いので、まあ最後の最後はしっかり自分で力を出してチームに貢献したいなと思います。峰選手といえばすごいもう見るものを魅了するフルスイングが魅力だと思うんですけど、バッティングにこだわりありますか？そうですね、フルスイングっていうのは2年生ぐらいの時から取り組み続けて、で自分で考えてバッティング研究したりして、で今のものにたどり着いたので、しっかり打席でフルスイングしたいなと思います。最後ラストシーズンだと思うんですけど、秋の意気込みをお願いします。はい、チームとしても日本一という目標を掲げてずっとやってきているので、この日本一という目標を最後に達成できたらいいなと思います。中尾選手と一緒にやるのも最後かもしれないんで、そこのあたりは。あ、そう、それちょっと寂しいです。あ、よかった。愛があったどんな人ですか？もう大体わかるっすよね。顔見たら、顔からにじみ出る感じと一緒っすよ。スポーツ大国、中尾選手に来ていただきました。練習お疲れ様でした。ありがとうございます。今日の練習どうでしたか？いや、まあ春に向けて、あ、間違い、秋に向けてまあ最終調整じゃないですけど、調整もしながら高みを目指していい練習ができました。夏今オープン戦続きですけど、調子いかがですか？まだ完璧な状態ではないんですけど、まあ、リーグ戦長いんで、まあ、しっかり最終的に一番自分がいい状態に持っていけるようにできたらいいなと思ってます。運動神経がすごいいいって聞いたんですけど、何かなんだろう、トレーニングとか自主練みたいなことってやってるんですか？いや、特にやってないですけど、生まれつき、ちょっと海外っぽい体つきしてるんで。あ、そうなんですか？はい、それは本当ですか？いや、わかんないですけど骨格の問題ですけど、はい、それをまあトレーニングで、ジャンプ系のトレーニングですね。ジャンプ系のトレーニングで鍛えてます。まあ自分ができる最高のプレーをしようと、まあ、センターでいつも心がけてます。すごい昔から足速かったんじゃないかなって勝手な予想なんですけど、はい、やっぱ小学校の頃めっちゃモテましたか？めちゃめちゃモテました食べられるいらないですか？ちゃんと使いますよ。あ、使いますか？オンオフの切り替えが上手なんですか？あ、でもそれは心がけてます。やっぱ副キャプテンなんで、やっぱりチームを引っ張るところと、やっぱり今は抜いていいところっていうのはちゃんと、オンオフつけてやってます。なんか守備も打撃も走塁も、もちろん喋りもすごい全部何でもできるなって思うんですけど、何してる時が一番楽しいですか？やっぱキャプテンの峰と遊んでる時が一番楽しいですイチャイチャしてるって。そう、噂を聞いたんですよ。あ、すか？ずっとイチャイチャしてるって。どうなんですか実際は？付き合ってるんですか？ここだけの話ですよ付き合ってますここ使って大丈夫です？絶対ダメです絶対ダメです絶対ダメです。何年目ですか？ここだけの話ですよ4年目です長い絶対ダメですこれカットで。フリですか？え、フリじゃないですこれは。スポーツ大国、めちゃくちゃ勝負強いバッターだなって印象あるんですけど、チャンスの時燃えますか？まあ燃えてはいるんですけど、やっぱりその冷静さっていうのを、まあ、保ちながらっていうのがすごいこだわってるところなんで、やっぱチャンスであろうと自分のバッティングで、チームにどうやったら貢献できるのかっていうのを常に考えて、まあ、冷静に打席に立つようにはしてます。高校の時はちょっと長打バッターだと思ったんですけど、まあ、大学入ってやっぱ、まあ、
その通りにいかないと思うんで、まあ、自分もしっかりホームランを狙わず軽打でしっかり塁出て、そのまあ延長がホームランっていうか、でその軽打で出れたとしても、まあ、しっかり足を使って次の塁を目指すっていう選手に目指します。ちなみにチームの中で自分が一番どういうポジションで貢献したいとかありますか？走攻守で、まあどれかって言われたらちょっと難しいんですけど、まあ、自分の中ではもう全部で貢献したいと思ってて、まあ、もうバッティング引っ張るのも中尾やしって言われて、まあ、守備でも走塁でも中尾が引っ張れば勝てるって言われるようなチームを作っていきたいんで、まあ、そういう意識では常にやってます。秋どういうラストシーズンにしたいですか？やっぱりもう、一番の目標はもう日本一でもずっとやってるんで、もうそこをもう諦めずに、もう全員野球でもう出てる9人だけじゃなくてベンチ入ってるだけじゃなくて、もうスタンドにいる人とかもここで残って練習してるからもう全員で日本一を取りに行くってことが目標です。峰選手とのラストシーズンですけど、そのあたりはどうですか？まあ寂しいんですけど、まあ、しっかりもうラストこいつと一緒に野球できるんで、思いっきり楽しんで最後2人で笑えるように頑張りたいと思います。続いてはエースの岸川投手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日練習試合どうでしたか？はい、そうですね、先発して、まあ、リーグ戦前で、まあ、少し結果残して、まあ、気持ちよくリーグ戦に臨みたいという思いで投げて、まあ、結果も出たので、まあ、個人的にはとてもよく、まあ、チームも勝てたので、まあ、よかったんじゃないかなと思います。イニング会以上に脱三振が目立ったと思うんですけど、はい、そのあたりやっぱ自分で三振取りたいなとかあるんですか？そうですね、まあ最初から三振狙ってるわけじゃないんですけど、まあ狙える場面はもちろん狙っていって、まあ、その結果三振が、まあ、今日はたくさん取れたんで、まあ、それは良かったなと思います。自分で思う自分の武器ってどこですか？まあ、そうですね、コントロールはもともと自信あるんですけど、まあ、それ以上にも球速のあるまっすぐがもともと武器で、まあ、その中のコントロールが今日は目立って良かったんじゃないかと思います。後輩のキャッチャーが守ること多いと思うんですけど、はい、言うタイプですか？そうですね、まあサインとかも結構首振るタイプ、まあ、それでもキャッチャーにももちろん首振るっていうのは伝えてもいいので、まあ、自分の投げたいボール投げて悔いのないようにやってます。この場面ではこの球投げたいとか結構やりながら決まっているタイプですか？そうですね、もう大体組み立てがあるので自分の中では、うん、もちろん最後の1球だったりは自分で決めたいって思う人なんで、結構自分で決めちゃうところが多いです。野球始めた当初からピッチャーです？あ、全然野手です。野手なんですか？はい、中3まで野手やってます。はい、どこのポジション？サードとかショートです。まあ、ちょこちょこピッチャーやってたんですけど、本格的にピッチャーやったのは高校1年生から。高校からピッチャー始めて、はい、ピッチャーの方が楽しいなってなります？そうですね、まあ、もちろんバッターも楽しいんですけど、まあ、ピッチャーの方が、まあ、試合で、まあ、活躍できるというか、まあ、自分の好きな球投げたりすごい楽しいなと思ったんでピッチャーやってます。今年の春はエースとしてすごいフル稼働だったと思うんですけど、はい、どうでした？どういう春のシーズン、どういうシーズンでしたか？そうですね、まあ、全体的に悔しいシーズンだった、うん、すごい今までの、まあ、シーズンに比べてすごい投げてたんで、それは良かったんですけど、まあ、結果があまり伴わない、まあ、チームを勝たせることができなかったので、まあ、すごい試合後もやっぱ考えたりすることが多かったです。リーグ戦、2000選手に戻って結構投げる機会すごいダンク増えだと思うんですけど、はい、疲れないですか、肩とか？もうそれ以上に投げたい欲がある、マウンド好きですか？いやすごい。秋個人として何か目標とかありますか？はい、そうですね、最多勝とその MVP を狙って、はい、やっていきます。打倒アジアで。そうですね、アジアには絶対勝ちたいです。初戦、開幕戦アジアだと思うんですけど、はい、アジア戦楽しみですか？優勝チームを一番最初にやらせてもらえるので叩き潰したいです。顔がマジです。マジですか？そんな、いや素晴らしいことだよ。素晴らしいことです。大丈夫なのかな？これガチなインタビューじゃないですか？こんなラフでいいんですか？こんな感じです。あ、そうなんだ。じゃあ秋に向けての意気込みをお願いします。はい、
優勝目指して、まあ、春で悔しい思いをたくさんしたんで、まあ、その思いを秋に最後のシーズン全力でぶつけたいと思います。ありがとうございます。スポーツが好きな人も嫌いな人も今すぐチャンネル登録をするのだ。